こんにちは、ホーミー若杉です。若杉店長、はい、今週の週末どこ見る？はい、今週はどちらの物件になりますか？はい、あ、その前におめでとうございます。はい、何でしょう？前回のあの現地ビデオ、はい、あちら、あ、そうですね、あのおかげさまで成約になりました。ありがとうございます。素晴らしいですね。はい、あのいろいろとこう中を見ていただいて、かなり仕様も良かったのもあり、またあのお買い替えのお客様だったんですけど、興味を持っていただいた中からいろいろご検討いただいて富士製薬となりました。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます、はい、今週の物件もいい物件ですかね？そうですね、今週はですね、ちょうど完成したての物件になるんですけども、府中市の若松町、になります。ちょうど東府中駅が最寄り駅になるんですけども、徒歩14分ぐらいで、近くに若松町ありまして、そのちょっと東側みたいなイメージの地域性ですね。なので府中のエリア分かる方は、まあ、今まで大体のエリア分かると思うんですけど、小学校にも近くて、サミットとかスーパーも近くて、その向かいには、サンドラックとかもあって、まあ、買い物もこう駅からの動線でほぼほぼ完了できちゃうような物件ですので、住環境も良くて、買い物も便利でっていうような新築住宅のご紹介になります。なるほど、はい。最寄り駅どちらですか？最寄り駅は東府中駅ですね。はい、で、まあ、駅周辺にもスーパー結構あるので、まあ、そちらを使っていただくのもいいですし、まあ、今回特にあの物件の方の魅力としては南道路なので、あの日当たりがかなりいいと。で、土地面積は97平米にありますけども、建物が77平米の 3LDK、 下 LDK で約15畳で、お2階に6畳が2つあって、まあ、1つ4畳半になってしまいますけど 3LDK っていう形ですね。で、車はまあ車種によるんですけど、普通車とちょっと小型車みたいな形であれば、まあ2台も行けちゃうと思いますし、逆にまあ1台で良ければその空いてるスペースで、まあ小さいお子様でしたらプール作って見遊びできたりとかいうような形になりますので。プール作るっすか？プール作るとか、あれですよね。プール、まああの、あれですよね、ゴムのプールで、ゴムっていうか、あの、はい、ゴムの見えるのもですよね。ですよね。びっくりした部分。作ったら大変だと思うんですよね。はい。大仕事になっちゃうんで。あ、なるほど。はい。まあそういうので、こう、遊ばしたりとか、まあちょうど南側のお庭兼駐車場みたいな感じで、全部コンクリートになっちゃうので、逆にこう、メンテナンスも簡単になると思うので、使い勝手がいいのかなと思っております。資料はこちらになるんですけど、まあ、物件金額が5480万円になります。で、まあ、言っていただいたように、まあ、ちらっと見えると思うんですけど、間取りもかなりすっきりしている間取りですので、現地の日当たりとかもいいので、まあ、そういうふうなポイントの物件的な魅力ですね、こういうのをしっかりと、見ていただけると結構前向きに検討できる物件になるんじゃないのかなと個人的には思ってます。すみません、お得感があるっていう意味ですか？そうですね、まあ、お値段の件も、まあ、当初からすると300万ぐらい正直下がってます、はい、あの直近ではないんですけども、当初5780万とかで出てたので、まあ、300万ぐらいも下がってますし、まあ、ちょっと金が下がってから少し経つので、あえてちょっと最初の方は触れてなかったんですけども、まあ、当初こう新しいお値に似たような物件を待つとなると、もうちょっとお高く出てくるようなエリア感もあるので、バランス的にはいいのかなというふうに思っております。また小学校も近くて、小さいお子様がいらっしゃる方にはもうすぐ学校の脇から出てきちゃうみたいな感じで、あの行けちゃうようなところなので、結構おすすめしやすいかなとは思ってます。わかりました、はい。じゃあ、まあ非常に住環境が良くて、はい、で、間取りも使いやすいすっきりとした間取りだと、はい、いうことで、はい、ぜひ見ていただければと思います。わかりました、はい。じゃあ続いてですが、はい、今週のワンポイント若杉になります。はい、やるんですね、また、はい、若杉店長の、はい、ホーミーに対する思いを、はい、教えてください。そうですね、まあ、ちょうど、設立から、やらさせていただいてますので、まだまだ小さい会社ではあるんですけども、一つ一つの取引をしっかりと、熱い思いでやっていきたいなというところが、ございます。で、まあ、弊社 の、 あの代表はまた別でおるんですけども、代表の方も同じ考え方を持って、一件一件を大事に、お客様にこう満足していただけるような、そういうふうな思いを持ちながらやっ
ていただきたいというふうなこともあの言葉いただいているので、まあ、しっかりとですねお客様に喜んでいただけるように、取引ができるようにしたいなと思ってますので、ぜひぜひ使っていただければと思います。わかりました。はい、結構笑うとこじゃないですよね。まあまあまあ、でも何とも言えない。うちわ同士だと笑いが出ちゃうかもしれませんけど。そうですね。わ、はい、かりました。はい、いやいやいや、素晴らしいと思います。はい。はい、じゃあということで、こちらの物件もまた、はい、制約していただけるようにご案内していただければいいんじゃないかなと思います。はい、ぜひぜひ、まずは見ていただきたいと思いますので、お問い合わせお待ちしてますので、よろしくお願いいたします。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。失礼いたします。失礼します。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。